プロポーズを控えたある男性が買ったはずの指輪を探しています。さてどこにあるのでしょう。 A 家の中、 B バッグの中、 C スーツのポケットの中、 D 販売店。この問題でわかるのは現在の結婚運です。プロポーズ前にエンゲージリングをなくすなんて。しかし、大事にしすぎてかえってどこに置いたのかわからなくなることってありますよね。選んだ答えから、あなたの現在の結婚運を見てみましょう。家の中を選んだあなた。結婚運は低迷しています。あなたは用意周到な人でしょう。何をするにもある程度の下調べをして段取りをしてから取り掛かるはず。それなのに家の中でどこかに置いたはずなのに見当たらないというシチュエーションを思い浮かべるのは、やむを得ない事情でストップをかけたい深層心理の表れです。素直に結婚に飛び込めないためらいがありそう。バッグの中を選んだあなた。結婚運は下降しています。バッグの中に指輪がある。つまり買ったままにしていてそのまま存在を忘れてしまったということ。そんなシチュエーションを思い浮かべたあなたは、結婚に対して義務感を持っていそう。親がうるさいから、交際相手にせっつかれたから、世間体があるから、いい年だから。でも本当は逃げ腰で、結婚運も低下しています。スーツのポケットの中を選んだあなた。結婚運は上昇しています。スーツのポケットに入れたままになっている指輪は、強い結婚願望の表れです。プロポーズをシミュレーションしすぎて、ちゃんとやろう、うまくやらなければという緊張感が高まり、そのまま忘れてしまったというわけ。そんな連想ができるのは、あなたの結婚運が高まっているサイン。婚活、求婚、今いい流れが来ていますよ。販売店を選んだあなた。結婚運は停滞しています。あなたが選んだのは少々特殊な状況です。持ち帰ったつもりで置き忘れた、または取り寄せてもらっているのに家にあるつもりでいたなど、探している場所そのものが本人から離れています。つまりあなたの中ではまだ結婚はどこか他人事なのです。実感が持てない分、ご縁やチャンスに気づかない可能性が高めです。